こんにちは。さあ、今回もですね、ゲストに松村邦洋さんを、ね、ありがとうございます。よろしくお願いします。今回はちょっと今年ちょっと早いですけれども、はい、今年のセ・リーグを振り返って、はい、まあ、いろんな OB の方にこうちょっと切っていってほしいなと、はい、思うんですけれども、はい、まあ、まずはやっぱり阪神、はい、もう阪神から切る、もう阪神からです。私はもう阪神の岡田さんに、例えば藤浪投手のこととか、あと結構あの連携プレーとかのこととか結構辛口におっしゃってたので、岡田さん、阪神、まず藤浪投手、どうなんですか？あ、ね、やっぱりね、このね、藤浪がね、まず元気に、ね、なることですよね。160キロ、ね、投げてね、もうどうだっていうね、俺の元気のね、元気を出すとこですよね、まずね、このままね、いや、本当なら先発でね、結果が出てくれるのが一番いいですけどね。まずね、この間のようなんじゃなくてね、やっぱり中継ぎでね、配置転換でね、変わる場合もありますからね。そうですね。本当ね、山本和之も先発からリリーフですよね。山本和之さんもそうですよね。もうね、高井豊さんよく言ってました。津田さんも変わったわけでね。ね、藤川球児もね、リリーフになってよかった。そこをね、俺がまずここをね、結果出ることですよね、やっぱりね、この間の解説、10月4日日曜日の巨人戦で、はい、結構ミスが目立ったんですよ。特に北条選手、連携プレーの時にですね、3人被るような縦に形で、ね、結構岡田さんお怒りだったんですよ。何してんねん、クジもノック何やってんねんって感じですよね、やっぱりね。もっと何やってんねんって俺ね、もう何やってんねんってことですよね。これカバーで何やってんねんってことですよね。まあカットマンに行かないって、カットマンで、なんでカットマンにこうね、行ってないのかなと思いますよね。なんで北条ね、自分が何するかとかね、もうこの時期にね、考えないのはね、絶対ね、絶対ですよね。大丈夫ですか？大丈夫ですよね。もうそこ絶対ですよね。ね、あと真鍋球審のことも結構言っていたりして、OB やからしゃあないやんか。オリックス時代も泊さんもそうやったけどね。もうね、もうオリックス時代がそうですよ、真鍋ね。真鍋関東目前の高橋遥人が打つんですよ、はい、もうね、勝ってて、もう打たなくていいんですよ、ね、もうね、次に備えたらいいんですよね。え、遥人ね、14ってね、ねえ、江夏さん嫌ですよ。ね、ハルトはもう打たんでもいいですよ。でも打てるんですよ。でもそういう野球って岡田さん好きですか？僕、ね、嫌いですね。絶対もう打つ必要ないですもん。すぐね、やっぱりこうね、藤浪にね、スアレスでね、パターンで行くべきですよね。やっぱりね、ガンゲルも打たんでええねん。ガンガンガンゲル、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 二塁で打たんでええって言うのよ。ガンガンガンゲル、ガンガンガンゲル、え？矢野監督についても結構辛口に、何を言ってんねん、こんなお前、絶対やんか、お前。矢野監督についてどうか、こんなん、絶対もうね、笑ってて、このね、もう、このビシビシ言わんの、あっぱんですよね、ね。こんなん、ダメでしょ。こんなね、ここね、もうね、なんでなんよ、もう、分かるやろ。先ほど江夏さんって出ましたけれども、江夏さん、今年の巨人はどのように見ますか？ね、でも江夏だですけどね、まあ、石毛さんの YouTube で、まあ、語りましたけどね、巨人はね、松原、いい敵対的者だね。守りもすごくいいし、育成から上がってきて、僕はね、クローリンが好きだよね。もう、本当、島本が、クローリンが上がるように、育成が上がってくるっていうのが一番嬉しいし、ね、本当、もう本当、今ね、松原がね、松原が本当に良くなっておりますよ。育成から這い上がって松原があんなに頑張ってくる。難しいですよね、今ね、もうね。はい、松原、でも松原の兄貴は太田プロで芸人やってますけど、まだ4軍の育成ですね。まだ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 4軍の育成ですけど、弟が頑張ってるから言うてね、
BS 日テレで仕事が入ったんですよ。松村にも入れてあげてほしいですよ。巨人の、はい、やっぱり優勝の原動力ってやっぱ菅野でしょ。いやー、僕でいいですよね。まあまあいいですよ、戻ります。いやー、菅野ですよね。43連勝結局あの浪人した1年間休めたのも肩がゆっくりできたのもあったのかなと思いますよね。中日なんですけど、大野雄大投手、うん、非常にいいですけれども、うん、麻生さんはどんな風に。いや、大野雄大っていうのは仏教大学で神宮で投げてる時からレガースに下がれば変化球なんだろうと、それでもストレートしか投げない、ストレートだけであそこまで投げれるっていうのはすごいよ。あの TIM のレッドも仏教大学ですよ。ああいう、まあ、野球やってたってことは聞いてますけど、まあ、大野がもう去年も大野の防御率のために 2イニング目で下がってから阪神が反撃した部分がありますから、大野雄大っていうのは、まあ、なんだかんだ言って怪我した人間をドラフトで取った落合さんの功績は大きいんじゃないかとは思ってますよ。まあ我々も菅内閣の下で頑張りますから、うん、菅の下で浅生太郎です。麻生太郎です、ね、でも石破さんはね、今回残念でしたけれども、与田監督について石破さんどのようにお考えですか。それはある程度のことは自民党の党員は非常に与田監督が良かった、与田監督と伊藤勉さんのこの、ね、中でのことをやらなければいけないと、まあ、村上コーチもですね、まあ、九州の村上ですから、そのヤクルトの村上も九州、村上ってのは水軍が多いとか、まあ、そういう意味で、まあ、この非常にこう良くなってきてますから、中日もあの中日から出た選手はなんかいい形にはなってるなと感じています。加藤は肩が強い、木下にしたらまた違う野球があるんじゃない。で、はい、近本は走ります、うん、走ります。盗塁王になります、はい、そしてあのね、豊さんのね、出身、あの出身というか DNA ですけれども、はい、安倍首相、まあね、豊さんと同じ同級、いや、同級だからね、ちょっと喝を入れてほしいですね、まあ、同級ですけど、私は山口の小学校も行ってませんし、中学校も行ってません、正常ですけど、まあ、あの父がですね、安倍晋太郎、そして、おじいさんが岸信介、で弟岸信夫、華麗なる一族でして、まあ、高木豊さんは高川学園に行ってたところほどございまして、まあ、長州としくて、ベスターズはですね、まあ、あのベスターズはですね、打線が非常にこう、いいということで、来たわけですけど、外に、まあ、セカンドを守ってもらうということが、防衛大臣としてはあの守りがちょっと良くないということ、持ってそのまま逃げて変なボートを投げてた、その部分では考えたポジショニングの内閣を作ってなかったことがいけなかったと思います。適材適所です、内閣は。そうですね、はい、いやでもラミレス監督がね、退任されるということ、ラミレス監督はですね、まあ、あの火曜日に打つから火曜日の打線、水曜日にヒットが多いから水曜日に4番を起用するっていう、曜日で打線を組むのはですね、これいかがなものかと感じております。武田哲也さん、わっしょうさんと私は加藤松永たちは横浜いいね、金八の演出家が半沢直樹を作って視聴率が良かったね、うん、よかったね、すいませんね、ありがとうございます。そしてヤクルト、はい、ヤクルト、ヤクルトはやっぱり野村勝也さんね、元監督ね、はい、どうですか。ヤクルトは天国から見てますけどね、まあもっと補強しないと勝てんわな。西内が勝ったときはちょっと涙が出たわ。まあ、もうこのかいうのが考えながら野球やってこう勝つこと、育てることですよ。育てる部分はすごいし、この間もまたいいのが出てきたけど、村上なんかも得点圏の打率も良かった、本当によく打ってる。だ宮本慎也がね、怪我させたとかなんか言うけど、宮本慎也の厳しい練習の時に小川監督の下で頑張った部分をね、もっと我慢しないとダメですよ。厳しい野球の中から生まれるんです。
あの怪我人の中が多い中、村上だけはちゃんと育ったわけですから。怪我を恐れず、徹底して練習するしかない。160キロの球を打てないけど空振りをする練習。ね、裏取りでずっと空振りの練習してて、空振りの練習を奥村もみんなやってるからいいんです。やっぱり。野村監督だと聞いちゃうな。真面目に聞いちゃう。そういうのが大事だと思いますよ。やっぱり FA でね、もしかすると山田哲人選手が出るんじゃないかっていう。残れヤクルトに。残りましょう、ね。それも大事ですよ。ファンを裏切ることが一番ダメですよ。ファンを裏切る。フリーエージェントってのはアメリカの制度ですから。あんな制度いりませんよ。自分の入った球団を。とことんやって、クビになったらそこから這い上がればいいんですよ。戦力外になったら、改役された大名がもう一回真田幸村のように頑張った方が嬉しいですよ。西内が頑張ったら嬉しかったですよ。私の時も野中とか広田とかもクビになったのがもう一回這い上がるの、それが小早川が3連発打ったのが一番嬉しいんですよ。なんか聞き入るな。そういう生涯大を食う野球で、何が丸だ、白鶴で言えよ。巨人も何が丸で、白鶴で言えよ。矢崎茂か、お前は何考えて。そして、ええ、カープです、広島ですけども、達川さんにここはもう話していただかないと。今年どうですか、カープ。大瀬良がね、ちょっと調子落としたのがいけんかった。大瀬良ホームラン打ったけね、開幕戦のホームラン、トップは、打点トップは大瀬良、西、ね、ピッチャーが打点良かったよ。ああ、よう打ったけどね。まあ、いろいろと苦労しました、カープはね。だけど、今ね、怪我の巧妙じゃないけどね、でもカープというのは作るんですよ。それで、餌をね、レギュラークラスに上げようとしても、他から取りに来るぐらいね、競争の中でね、山口の U の球場でよう練習したね、うぐさがね、上がってきましたよ。あと大森、ホームランこの間打った大森ね、大森よ、いいホームラン打ったよ。大森にしてもね、静岡産業大学よ、誰がおるん、その選手、それが大学からプロ野球選手誰がおるんか。それなをよう取る松本ともいうスカウトも優秀ですよ。みんながね、よう家のを取って、どこよりも安くね、よう鍛えてやるけ、鈴木誠也みたいな選手を育つようにね、鍛えますよ。ただ鍛えて巨人に生かしたくないよ。鍛えて育って巨人に。周りもそう、みんなそうよ。やっぱりね、FAをなんとかせんにゃいけんよ、うん、俺育てるの、うぐさもものすごいええよ、育つよ。法政大学もう年齢的にもこれすぐいかない、一番バッターで使う、やっぱちゃんとやればね、結果が出ますよ。ええ、達川さんとしゃべってるみたいですね。ええ、笹岡監督の1年目はどう評価しますか。まあちょっと怪我人も多いけどね、私も監督の時苦労しましたけどね、やっぱり、もうちょっと我慢して使わなきゃいけんと思いますね。まあなんか、打線がね、ちょっと覇気が、菊池のプレーはええけど、ちょっとなんかこれなとこで松山エラーしちゃいけんのいうとこ多いよ。もう一回気持ちを締めてね、目標がなくなったところからまたもう一回、まだ誰が見ちょるか分からんけえね、備えあれば憂いなし、準備、その準備よ。やっぱりやらんにゃもう残れんよ。カープはもう育てるんよ、育てる。それは水本二軍監督とほとんど実績ないですよ、現役の。だけどよ、トレーナーみたいな形でよ、裏方の気持ちがよ分かる人が二軍監督でね、よ下の人間よ使いよるけえね、これは楽しみよ。小園もなんしょ、小園はどうしてるんですか、ね、小園が全然元気ない、二軍によって。もうね、もうちょっと元気ならねえけど、なんかちょっとプライベートのこともいろいろあったんだろうけど、ちょっと小園が元気ないと豊さんが一番期待しとるんで、小園期待してます、大好きですね。もう報徳の金村よりもね、豊さんの方が期待しとるよ。小園、小園何勝負、ネオも何勝負。藤原啓太ようやったよ、ちょっとロッテ育つよ、ね、安田ようやったよ。パリーグようやるよ、パリーグ育つけ。そうです、ね、コロナで終わっても下の今岡二軍監督からまた来るよ、上がるよ、どんどん。浦和から、ね、マリンに行きましょう。あ、列車で行くよ、ね、浦和からマリンに、ゲルマン民族の大移動よ。
ゲルマンウィンドル。最後に、はい、あのセ・リーグ全体の総括ということで、加藤さん、最後、総括セ・リーグお願いいたします。まあ、巨人がまあな、あの戦力の中で緻密な野球やる必要ないけども、まあ、腹は、三は、まあ、細かくやりすぎだぐらい細かくやってますけどね。だけど、巨人のもう首位がもう目の前に来てますけど、ここで残りの5チームが何かというものを見せたら、来年に原さんにパーンとくるようなジャブを誰か見せなあかんね。この5チームでね。ね、このままやられっぱなしで、やられたらやり返す。倍やぐらだっていう気持ち。倍返しだと思う。倍返しか、はい。それぐらいの気持ちがやってほしいわ。原監督、一言。俺が原監督。いやもうこれ地獄ですね。もうモノマネ振られるの。何が振られるの？原監督なんです。原監督。誰でしたけど。無茶振りです。どう原監督っていきなり。原監督って何？原監督のモノマネを伊藤さんがやられてるんですよ。やらないですよ。無茶振りもいいと思う。YouTube でやってるしかないよ、もう。次回までにちょっとね、原監督を覚えて、ね、原監督とちょっと弟子入りして、ね、ちょっとね、やり方を覚えて神奈月さん呼んだ方がいいか。まっちゃんもあの YouTube を始めたということで、ね、そうなんですよ。あの食べにならないチャンネルという YouTube をやらせていただいてますんで、うん、またそれ、まあ、例えばどういう企画とかいろいろやってるんですか。好きな風俗ベスト10とかですね。今まで通ってた風俗の思い出ですね。なるほど。でその思い出とか歴史を、うん、そこの場所の歴史とかを振り返りながら、はい、まあ、あの野球のローテーションもいいけどローションもいいなっていう、なるほど、ね、まあ、そういうお話もしながら、はい、風俗ベスト10とかですね、あと半沢直樹の取っ手出し、はい、半沢直樹の今までこう流れたドラマの再現シーンを やらせていただいてますね。伊佐山部長、あなた宛てのメールですよ。知らないとは言わせません。知らねえよ、そんなメール届いちゃいねえよ。なんだったら俺のパソコン調べてみるか。おめえのことだろ、とっくに調べてんだろ。どうした、トマリー。何、メールが全て消えている。残念だったな、ハンザワ。わめろわめろわめろ、ハンザワ。土下座しろ、高木豊かというような感じのことをやってますんでね。はい、はい、でもそれは概要欄に、チャンネルの概要欄に載っておりますので、はい、はい、ぜひ、ためにならないチャンネルの方もぜひ登録よろしくお願いします。ね、松永文さん、ね、本当にね、いや、また盛り上げてもらおう、はい、ありがとうございました。またチャンネル呼んでください。はい、よろしくお願いします。すみません、出させてもらったけどね。そうですね、出ていただきましたんで、いやいや、よろしくお願いします。もう本当にね、よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。